東京都が26日に確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は376人でした。小池知事は感染のリバウンドを防ぐために桜が見ごろとなる週末も感染対策を徹底するよう呼びかけました。2週間後は東京の場合1000行ってもおかしくない流れになっているので、だからこそリバウンドはここでしっかりと抑えておかないと。東京都では26日376人の感染が確認され、重症者は前の日から4人増えて45人となりました。直近7日間の1日あたりの平均は330人で、前の週の 111.2% となり、2週間連続で前の週を上回りました。都は緊急事態宣言が解除されてからも、引き続き不要不急の外出自粛を求めていて、お花見も控えるよう呼びかけています。また、全国で今日新型コロナウイルスへの新たな感染者が午後10時の時点で2027人確認されました。1日で2000人を超える感染者が確認されたのは2月6日以来です。